深海6500。深海6500は、独立行政法人海洋研究開発機構が所有する大震度有人潜水調査船。2012年現在、世界で2番目に深く潜れる運用中の潜水調査船である。深海2000の運用実績をもとに1989年に完成し、2002年11月には深海2000が運用休止となったため、 日本で唯一の大震度有人潜水調査船となっている。1989年1月19日、三菱重工業神戸造船所、兵庫県神戸市兵庫区において、浸水式が行われ、一般公募により、深海6500と命名された。同年、メーカーによる三陸沖、日本海溝での潜航能力試運転において、テストパイロットを務めた。 山内巻男により、先行深度6527メートルを記録した。1990年に母船を含むシステムが完成。翌1991年より調査先行を開始。日本近海だけでなく、太平洋や大西洋、インド洋などで海底地形、深海生物などの調査を行っており、2007年には通算1000回目の先行を達成した。 深海6500は、その名称が示す通り、6500メートルまでの大深度の潜水調査を目的とし、その主な任務は、と位置づけられている。自然科学調査を主目的とする、フランス、自然科学及び軍事を目的とするアメリカなどが、保有する大深度有人潜水調査船を上回る6500メートルという、目標性能が設定されたのは、日本が、 世界有数の地震国であり、蒸気任務のうちでも巨大地震予知に関連するプレート運動の観測が重視されたためである。日本列島の太平洋が若い頃で沈み込む海洋底プレートは、およそ水深6200から6300メートル付近で地中へ沈降を始めており、地震予知の研究にはそれら地点の重点的観測が必要と考えられている。 深海6500の運用には、その支援母船として、同時期に横須賀が建造され、深海6500はこれに積載されて、調査海域まで運ばれる。横須賀は、深海6500の整備施設のほか、収集したデータ、資料のための研究設備も備える。運用上、深海6500の先行時間は8時間と、定められており、 水深6500メートルまで潜る場合は、片道の先行時間に約2.5時間必要であるため、水深6500メートル地点での調査時間は約3時間となる。調査深度がこれより浅い場合は、調査時間を長く取ることができる。横須賀引く深海6500件の通常の通信は、音波によって行われるが映像は10秒に1コマしか送信できない。 船体形状は、ほぼ円形断面であった、深海2000に対し、深海6500は、進行方向に長い楕円型になっている。パイロット2名、研究者1名が乗り込む、船体全部の耐圧角、耐圧刻は、内径メートル、床面1.2メートルで、従来の高張力鋼に代わりチタン合金で作られており、 約68インパの水圧にも耐えられるように7 3 5ト、mm、ルの厚みを持つ。耐圧性能を高めるために極力、まだまに近い形状となっており、誤差は0 5ト、mm、ル以内に収められている。酸素など5日間は生命維持ができるようになっている。耐圧球の前方、パイロット用と速報左右の合計3箇所には、メタクリル樹脂、アクリル樹脂製の除き窓、 7センチメートル厚の2枚重ねで、計1 3 8センチメートルが設置してある。先行では、水圧で最大約9ミリメールへ凹む。実験では、深度約4万メートル相当の水圧で割れているため、地球上の深海において水圧が原因で割れることは、ない。ハッチは、直径5 0センチメートルで、ボリング、パッキンがはめられている。人はもちろん、 研究機材などもこの直径より大きなものは積み込めないため小型のものや分離、組み立てができるものに限られる。船内にはトイレはないため簡易トイレを持ち込む。食事はおののが弁当やサンドイッチなどを持ち込む。以前は万が一事故などが起こり生還が絶望的になった場合の最後に飲む酒が持ち込まれてた。一年の終わりにその酒の風を明けを喜んでいたが、 現在では種類の持ち込みは一切禁止となっている。深海に線にあったパイロット用の座席は採用されていない。船体建造に船だって実物大模型を製作し、居住性、操作性、整備上の評価と検討が行われた。2012年にスクリューやモーターを追加する改造が行われ、操作性が大幅に向上した。推進力、スクリューは、 船体後部に主推進スラスターを左右に各1台。船体中央の左右両側に垂直スラスターを各1台。船体前後に水平スラスターを各1台。垂直スラスターを埋め込み式にすることで加工、上昇時の抵抗現象、時間短縮に努めている。後部の推進スラスターは左右独立して推進力の調整が可能で、水平スラスターも併用して左右に旋回する。 先行する際は、そのまま沈むのでは垂直スラスターの水力及び、バラストによる比重視利用できないため、先行トリムを取った上で旋回、すなわち、全身水力を利用しながら先行していくことで、目的深度までの到達時間短縮を図る。浮力剤は、ガラスマイクロバルーン、極小の中空ガラス球を高強度エポキシ樹脂で固めた、シンタクチックフォーム。 水戸の比重は0.53を、船体全体に使用している。特に、深海6500で使用されているシンタクチックフォームは、直径88から105マイクロメートルと直径40から44マイクロメートルの2種のガラスマイクロバルーンを使用、より小さなバルーンで間を埋めることで比重を抑えた、まま強度を向上している。浮上する際に排出するバラスと重りは、 深海2000では、鉄球のバラストだったが、深海6500では鉄板に変更されている。バラストには、先行番号が刻印されているため、いつ、どの潜水船が調査を行ったかわかる。主蓄電池は、当初、軽量で高容量の酸化銀亜鉛電池、酸化銀電池を、参照を,を一組2軍、1軍72セルを、潜水ごとに入れ替えて使用していたが、2004年からは、 リチウムイオン電池となり、小型軽量化と整備性改善が図られている。体圧核前方に、投光機、メタルハライドライトと、ハイビジョンカメラ2台、光出力可能、デジタルカメラ1台を装備している。全下砲に2本のマニピュレーターと調査機材や、最終サンプルを入れる、スケット2個を備え、これによって、調査、標本採集を行う。マニピュレーターは、油圧、 サーボ弁で動く7関節のマスタースレープ式で片方で待機中での重さにして約8 0ラムまで持つことが可能。サンプル最終用の吸い込みホースはマニピュレーターで挟んで操作する。操作は船内のジョイスティックで行う。バスケットは3 0 0ラムまで入れられる。2013年6月の生中継の際には船尾に光ケーブルを収容したスプーラーを取り付けた。 また、カラー画像をデジタル処理し音波を使って母船に送る音響画像伝送装置を備える。標準的な調査選考のタイムテーブル。装備の更新など細かな回収のほか、2012年には推進装置の大幅な改造を行っている。ゲーム。スプラトゥーンに置くとエキスパンション。研究者以外の著名人の乗船。楽しくご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。